逃げやがった。まだ近くにいるはずだ。探せ。なんだ貴様ら。ちくしょう、なんで死なねえんだ。クソ、ダメだ、こいつらカッパマンだ。残念だな。僕一人で始末しちゃうつもりだったのに。はじめくんって仕事早いよね。俺は務めを果たすべく動いたまでだ。ふん。でもこいつらがこの子を殺しちゃうまで見てれば、僕たちの手間も省けたのかな。その判断は俺たちが下すべきものではない。運のないやつだ。いいか、逃げるなよ。背を向ければ斬る。千鶴、では行ってくる。気をつけてね、父様。今日の都は治安が悪いっていうもの。安心しなさい。お前が心配しないようにできる限り文を書くよ。うん。これ。うん？平助、目が覚めたみてえだぞ。ああ、土方さんたちを呼んできてくれ。ああ、分かった。土方さん、あいつ起きたけどどうすんの。騒ぐなよ。騒がねえと約束できるか。すまないね、こんな扱いで。お前、一体何者だ。お前の荷物は調べさせてもらった。高堂さんとは一体どんな関係だ。父様を、父をご存知なのですか。何、まさかあなた、高堂さんの娘なのですか。はい。高堂さんはどこにいる。父とは半年以上も連絡が取れないままです。それで父を探して江戸から都に。そうしたら浪人に絡まれて。嘘をついてるようには見えねえが、どうするんだ近藤さん。
どうすると言ってもな、高堂さんの身内なら存在に扱うこともできんだろう。近藤さん、ちょっと。こいつの処分は明日に持ち越すことにした。平助、逃げねえように見張ってろ。え、ああ、わかった。なんだ、切っちゃうんじゃないんですか。掃除、物騒なこと言ってんじゃねえよ。土方さん、こいつの名は解いてやってもいいかな。逃げようなんて考えんじゃねえぞ。逃げたら切る。よく覚えておけ。ちょっと待ってろよ。ってなんだこれ。掃除のやつきつく縛りすぎた。ここはどこなんでしょう。ああ、新選組の豚所。新選組？皆さんと父とはどういう？あのさ、今日はもう遅いし、話はこれまでにしようぜ。布団は押し入れにあるから自分で敷いてくれ。じゃあ、外にいるから。そうだ、俺、東堂平助。平助って呼んでいいぜ。縄を解いてもらってありがとうございました。私、雪村千鶴です。そうか、千鶴か。何してるの？はあ？三男さん、どうだ？本人のようですね。筆跡はほぼ同じだと思います。その手紙は？昨年の夏、高堂さんの診療所で火事がありました。それ以来、彼の行方は分からなくなっています。そんな遺体は見つかってねえが、何らかの事件に巻き込まれた可能性がある。焼け跡から拾っておいたものです。もしかしたら見覚えのあるものがあるかね。父が江戸を立つ際に私が渡したお守りです。そうか。よかったらそれは君が持っているといい。父は無事なんでしょうか。生きている可能性は十分にあります。蘭方医は利用価値が高いですから。君の方こそ何か心当たりは？そうですか。ではもしよろしければ、ここで私たちと共に高堂さんを探してみてはどうですか。ここで父を？そうじゃねえだろう、三男さん。昨日のことを見ちまった以上、協力させるか殺すか、こいつに選択の余地はねえ。おいおい、物騒なことを言うな。俺たちと高堂さんは同じ幕命を受けた仲間同士なんだ。父上の身を案じる気持ちは我々も同じだ。君にその気があるのなら、父上を見つけるために共に全力を尽くそう。わかりました。よろしくお願いします。うん、君のことは新選組が責任を持って預かろう。言っておくが、ここに置いとく以上、お前のことは今から男として扱う。
大使じゃねえが特別扱いもしねえ。分かったな。はい。よかったな千鶴。一時はどうなるかと思ったが、女の子を切らずに済むのは何よりだな。まったくだぜ。俺は長倉新八、これからよろしくな千鶴ちゃん。はい、こちらこそよろしくお願いします。ふん、副長、その者の体内での扱いはどのように。誰かの故障ってことにしとけばいいだろう。近藤さんとか三男さんとか。やだな土方さん。そういうのは言い出しっぺが責任取らなくちゃ。はあ、うん、都市のそばなら安心だ。え、なるほど。土方君、彼女のことをお願いしますね。はあ、ちょっと待て。まあ一番妥当だな。じゃああとはよろしく。何？私にも探しに行かせてください。私なら一目で父と分かります。お願いします、連れて行ってください。君、巡察の意味分かってる？僕らに君の面倒を見ろとでも？いや、ただ父から自分の身は自分で守れと言われ、護身術を習いました。面白い。ならばその腕、俺が確かめてやろう。ついてこい。へえ、はじめくんが腕試しなんて珍しいこともあるんだね。遠慮は無用だ。どこからでも打ち込んでこい。でも刀で打ち込んで斎藤さんが怪我でもしたら。はじめくんに向かって怪我の心配するとか、君ってすごいね。笑い事じゃありません。刃物は危険なんです。でも腕前が良ければ君の外出を前向きに考えるかもしれないよ。どうしても刀を使いたくなければ峰打ちで来い。わかりました。へえ、いざ来い。やあ！はじめくんが本気なら死んでるよ君。死を誇れ。あんたの剣には曇りがない。少なくとも外を連れて歩くのに不便を感じさせない腕だ。はじめくんのお墨付きか。これってかなりすごいことだよね、土方さん。市中を巡察するときは必ず組長の指示に従えよ。いいな。番組が増屋を押さえたらしい。捕獲した数人が前川邸に連行された。副長が直々に調べるそうだ。千鶴。原田さん。すまねえが
今日の巡察は難しくなっちまった。何かあったんですか？ちょっとな。何も聞かないで部屋に戻っててくれ。いいな。はい。島田、まだ会津藩と諸次第からの返事は来ねえのか？はい。都市、我々だけで出よう。もし遅れを取れば不定浪士どもを逃がした上に都が火に包まれるかもしれん。わかった。だが出る以上俺たちの手で捕獲する。ああもちろんだ。隊を二手に分けよう。池田屋方面は俺が、四国屋方面は都市お前に頼む。わかった。新選組出陣いたす。裏に回れ。そこをなんとかなりまへんか？そな言われてもな。今日は貸し切りなんですわ。そうですか。ほな他を渡りますわ。すまへんな。お、おいでやす。皆さん中でお待ちですわ。今新選組は都に火をつけ混乱に陥らせようとしている不定浪士たちを総力を挙げて探しています。三段総長。山崎君ですか？どうしました？不定浪士の会合場所は四条池田屋に間違いないと思われます。何ですって？近藤局長より会津藩からの連絡はまだかと。残念ですがまだ。そうですか。どうしました？実は数日前から雪村光道氏に似た男の姿が池田屋で目撃されていたという情報が。それは確かなのですか？いえまだ裏は取れていません。こんな時に。とにかく今は土方隊にこのことを至急伝えてください。わかりました。一刻を争うこんな時に伝令を任せられる人ですら足りない。私が怪我さえしていなければ。あの、私が言ってはいけませんか？父上のことが気になりますか？はい。いいでしょう。近藤局長に土方隊の合流を待つよう伝えてください。わかりました。山崎君遅いな。確かに。近藤さんどうします？これで逃がしちゃったら無様ですよ。やむを得ん。我々だけで踏み込むぞ。そうこなくっちゃ。会津中将をお預かり新選組。幕府の手入れみたいだな。宣言のためだって茶道内容を御用を改めてやる。手向かえば容赦なく切り捨てる。お先にグリーン待てよ。すみません。なんだ貴様。近藤さん。木村君何しに来た？三段さんからの伝令です。会津藩からの連絡はまだなく、突入は土方隊の合流を待ってほしいと。伝令ご苦労だが今さら後へは引けん。新田君
雪村君、彼の手当てを頼めるか。はい。バカが。じゃあな、俺は先に行くから、あと勝手にやりな。始まっちまったな。サイトは正面から、原田は裏を頼む。分かった。誰一人逃がすな。手向かう奴は全て切れ。今頃のこのこお出ましか。なんだ貴様。我ら新選組、池田屋にて御用改めの最中である。一切の手出し無用。なんだと、身風呂風情が邪魔立てすると申すか。身風呂風情だと。あんたらのために言ってやってるんだ。大服を着てねえ奴が立ち入ると同士討ちになりかねねえ。死にたくなければ突っ込んだろ。よせ、我々には戦う理由がない。君たちが引くというのでしたら、むやみに命を奪うつもりはありません。はあ、こっちは長州の奴らを見逃すわけにはいかないんだよ。私は長州に組するものではありません。じゃあどこの誰かは後でゆっくり聞いてやるぜ。やってくれね。じゃねえよ。逃げてえやつは逃がしてやりゃいいじゃねえか。遊び相手が欲しいんなら遊んでやるぜ。遊んでくれるのは結構だが、お前だけ飛び道具を使うのは卑怯だな。卑怯？そっちこそ長物持ってんじゃねえか。そうだったな。てめえは骨がありそうだな。にしても正面から来るが普通。小手先でごまかすなんざ、戦士としても男としても二流だろ。そうかもな。やるじゃねえか。俺は知らぬ卑怯だ。お前の名乗り聞いてやるよ。新選組十番組組長新田佐之助で。人間にしちゃ面白かったぜ、お前。その程度の腕で俺に刃を向けるか。悪いけど、僕たちの敵には死んでもらわなくちゃ。しつこいぞ、人間不正が。止まりました。気をしっかり持っていてください。父様。やめておきなさい。問答無用。何者だ。殺してほしいようだな。なら死ね。待ってた。どけ。どきません。
我が同胞か。なぜ人間の味方をする。自覚がないのか。ならば。雪村、掃除。貴様、何者だ。ほう、己は名乗らずに人に尋ねるのか。新選組副長、土方歳三。風間千景だ。そいつはしばらく貴様らに預けておく。大事にしておけ。何？消えた。掃除、大丈夫か？お前、なぜここにいる？いえ、あの…切られたのか？見せてみろ。え、大丈夫です。副長、平助はどうだ？頭部を強打していますが、無事です。そうか。他の大使たちの状況も確認してくれ。捕獲した者を豚所へ連行。監察は逃げた者どもの行方を追え。はっ。残りの者は引き上げるぞ。これで幕府にも京市中にも新選組の名が広まったに違いない。そうかもしれねえが、宗次も平助も倒され、その相手には逃げられちまった。裏口にも一人腕の立つ奴がいたぜ。おかげで取り逃がした数も少なくね。逃れた者たちは現在監察が追っています。うん、どうぞ。ああ、すまねえ。重傷者の具合はどうなんだね。沖田組長と東堂組長に関しては雪村君の処置が良かったようで、命に別状はありません。他の者に関しては手を尽くしていますが、深刻です。そうか。 お前は初めてだったな。監察型の山崎と島田だ。俺は昨夜会っているが、改めて監察の山崎進だ。島田海と申します。雪村千鶴です。よろしくお願いします。しかし引き上げの時に千鶴が池田屋から出てきたのには驚いたぜ。申し訳ありません。謝ることはないよ。君が来てくれたおかげで宗次も東堂君も死なずに済んだんだから。ああ、高堂さんがいなかったのも考えようによっちゃ不幸中の幸いってことだろうしな。まあ、死傷者が出たのは残念だったが、素晴らしい成果を上げられただな。まあ、あの状況でこれだけの結果が残せたんだ。よしとしようぜ。三男さん。それで聞きたいこととは。昼間も動けて血に狂わねえ。そんな羅刹がいると思うか。池田屋で取り逃がしたという強敵のことですか。いや、まだ何とも言えねえが、可能性があるのかどうかだけ知りたくてな。可能性はあるでしょう。私たちが手にしている落ち水は西洋から渡来したものです。これが古くから研究されていたなら、すでに完全な羅刹が存在していたとしても不思議ではありません。
前より治るのが早くなってる。貴様、我が同胞か。どういう意味だろう。伊藤殿、お待ちしておりましたぞ。これは局長自らのお出迎え。痛み入ります。あれが伊藤貸したろうか。北進一刀流の免許改伝だとよ。伊藤さんは尊王攘夷派の人間と聞いたが、よく新選組に名を連ねる気になったものだな。長州の奴らと同じ考えってことか。そんな人間が俺らとうまくやっていけるのかね。また大使が増える予定だ。やはり早急に新しい豚匠を探した方がいいだろう。西本願寺はどうです？西本願寺は長州をはじめとする不定浪士の隠れ蓑。我々を素直に受け入れるとは思えませんが。だから良いのですよ。増えた大使を一堂に受け入れる広さもあり、都の中心にも近い。さらに長州派であることを逆手に取り、我々が寺を拠点とすることで長州封じにもなる。なるほど。僧侶の動きを武力で押さえつけるなど、正義を欠いた大義はいずれほころびが出ます。今都においては武力で押さえつけねば正義も通らぬ状況。三男さんはそのことをどうお考えですか？まあ守りに入ろうとするお気持ちはわかりますが。守り？しかし三男さんなら剣客としては生きられずとも、その才覚と心慮で十分に新選組の役に立てると思いますよ。伊藤さん、今のはどういう意味だ？どうとは？あんたの言うように三男さんは優秀な論客だけどな、剣客としても新選組に必要な人なんだよ。土方君、私の腕は。おや、私としたことが失礼しました。その腕が治るのであれば何よりです。まあ伊藤さんの言うように西本願寺は豚書としては申し分ないと思うが、皆の意見はどうだね。あのお茶が。秀でた参謀の加入で総長はお役御免というわけです。何かご用ですか？あの、何か私にできることがあれば。そんなに私は哀れですか？あなたに見せたいものがあります。雪村君、食事です。この人たちは一体。彼らは高堂さんの研究の犠牲者です。今は薬で吸血衝動を抑えていますが、それが切れたらどうなるか、あなたは知っていますね。この薬はもともと西洋から渡来したものだそうです。
私たちはこれを落ち水、そして落ち水を飲んだものを羅刹と呼んでいます。人間をはるかにしのぐ力と治癒力を持つ彼らは我々新選組の新たな力となるはずでした。しかし彼らには致命的な欠陥がありました。それを克服することが我々に与えられた幕命。高堂さんは新選組という実験場でこの落ち水の改良を行っていたのです。しかし彼は行方不明となり、落ち水の研究は中断されてしまいました。これは残された資料をもとに私なりに手を加えたものです。うまくいけば羅刹の治癒力によって私の腕も治るかもしれない。かもって、そんなものに頼らなくたって。そんなあさんはこんなものに頼らないと私の腕は治らないんですよ。もはや私は用済みとなった人間です。そんなことありません。皆さん、サンナンさんのことを剣客として死に、ただ生きた屍になれというのであれば、人としても死なせてください。やめてここで何を。おい、一体何があった。お前、土方さん、これどういうことなんです。俺にもわからねえ。三男さんは薬を飲んで羅刹となったようですが、今は。くそ、ここへは他の奴らを近づけねえようにする。後で交代をよこすから、三男さんから目を離すな。分かってます。おい、一体お前は何者だ。池田屋でもお前は切られていたな。すぐに傷が治るその力、それは羅刹と同じ力だ。いい加減本当のことを話せ。これは物心ついた頃から備わっていた力です。父からは他の人に知られてはいけないと言われてきました。父様を、父を探させてください。父に会ってこの力のこと、自分が何者なのかを確かめたいんです。あんな研究に手を染めたことも、父には何か訳があったと思うんです。お願いします。お前のその力、三男さんに知られたのか。多分そうか。お前のことを信用したわけじゃねえが、今はお前の秘密は俺が預かっておく。他の奴には知られねえようにしろ。
約束できるなら俺が守ってやる。三男さんの様子はどうだ？落ち着いているようだよ。意識はまだ戻っていないようだね。そうか。これって江戸から戻って早々だが、お前には話しておいた方がいいと思ってな。落ち水が成功したってこと？ええ、おかげで左手も元通りです。そうか、よかったな。けどだったらなんで三男さんが死んだなんて話になってるんだよ。落ち水の秘密を守るためです。あの薬のことを伊藤たちに知られるわけにはいかねえ。え？落ち水の研究は幕府からの密命だ。このことはたとえ新選組内であっても信用のおける者だけにとどめておくつもりだ。平助くん、おかえりなさい。千鶴、どうかしたの？ああ、いや、俺が江戸に行ってる間にいろいろあったみたいだけど、伊藤さんたちはみんなとうまくいってるのかな？え？あの人を近藤さんに紹介したのは俺なんだ。三男さんがあんなになっちまったのが伊藤さんのせいだとしたら、俺にも責任があるっていうかさ。平助君のせいじゃないと思う。父様があの薬をここに持ってこなかったら、きっと三男さんも。これからどうなるのかな。規範が後ろ盾になってくださるのなら、私も思い切った行動が取れるというものです。おいたんも金のんためならいくらでん力を貸しもんで。頼もしいお言葉、本気にしますよ。とこで新選組んこで面白く話を聞きましたが。ほう、どんな話です？風間、どうしたのです？警護の途中ですよ。ふん、奴らの主演にまで付き合う義理はない。しかし人間とはつくづく謀略や裏切りを好む生き物だな。自ら奴らと共にいるあの女の気が知れぬ。池田屋で出会った女鬼のことですか？そうだ。これ以上人間どもの元に置いておくなど鬼の矜持が許さぬ。じゃあな、千鶴。俺たちの巡察は向こうだから。はい、お気をつけて。沢尻、千鶴のこと頼んだぞ。はいはい。佐野さんも意外に過保護なんですね。あ？なんか言ったか？なんでもないですよ。蘭方医の先生でっか？さあ。そうですか。ありがとうございました。大丈夫ですか？あなたはこの方のお連れでしょ？病気の方を放っておいて一体何をしてるんです？すみません。この子には内緒にしてたんだ。責めないでやってくれるかな。どうやら何か訳がおありのようですね。ところであなたお名前は？雪村千鶴です。あの、手ぬぐいは新しいものをお返ししますので、お名前とお住まいを。
南雲薫と申します。お返しなど気になさらず、ご縁があればまたお目にかかりましょう、千鶴さん。沖田さん、いつからですか？え、何が？血を吐くようになった時期です。大げさだな。大げさじゃありません。微熱もあるし、もしかして老害とか言うつもりかな。このことを誰かに言うつもりなら、君のことを切らなきゃならないね。本当なんですか？みたいだよ。医者の言うことなんて当てにならないけどね。そんなことはありません。お医者様がそう言ったなら、今すぐ新選組を離れて療養した方が。それは無理。どうしてですか？僕にできることなんてほんの少ししかないんだ。新選組の前に立ちふさがる敵を切る、それだけ。先が短いならなおのこと、ここにいることが僕の全てなんだ。沖田さん、私、病のことは黙っています。だから約束してください。お酒をやめて、滋養のつくものをしっかり食べて。君いちいちうるさいよ。ま、お酒はやめて金平糖でも食べることにしようかな。ねえ、落ち水って病を治せると思う？冗談だよ。さ、戻ろうか。そいつは体を割るってことか？これは侵害ですね。発展的分離と言ってほしいものです。詭弁はいい。要は同じことだろう。では、私からも言わせていただきますが、お二人は参謀である私に何か隠し事をしていらっしゃいませんか？隠し事？大使たちの間で最近妙な噂があることをご存知ですか？死んだはずの三男さんの姿を深夜に見かけたとか。噂だけならいいんですけど、調べていろいろと困るのは私ではないと思いまして、こうして相談に参ったのですよ。なるほど。観察型にあんたの子飼いを送り込んで調べさせてるってわけか。もし我々があくまでそれは噂ですとお返事したらどうされますかな？隠し事はこちらの胸の内に、私の分離はそちらの胸の内に。なんだと？お気持ちは決したということですか？そう取っていただいて構いません。お前たち、それでいいんだな？斉藤さん。何度目だろうな。こうして今日で見る桜は、時が移ろう中で様々なものが変わってゆく。世の動きも理想も、そして新選組も。斉藤さんは変わってしまったからここを去るんですか？俺は変わらないものをこそ信じている。はじめくん、お待たせ。ああ、千鶴、ごめんな。行動さん探し最後まで付き合えなくて。うん、俺はさ、そんな音砂漠、どっちが正しいかなんて正直わからない。でも俺が声をかけて来てもらった伊藤さんが分隊するっていうのに
はい、そうですかってわけにもいかないしさ。うん。そんな顔しないでくれよ、千鶴。うん。元気でね、平助くん。ああ、千鶴もな。お二人ともこんなところで飲んでたんですか。お、千鶴ちゃんか。一緒に飲むか。バーカ、千鶴は飲めねえんだよ。誘ってどうする。でもよ、なんかこうたまにもう一人欲しいなって思う時があるだろ。まあな。平助くん、元気にしてるでしょうか。千鶴は部屋に戻ってろ。サモン。久方ぶりに戻ってみれば、こんなところに今日を移していたか。ここで待っていろ。へいへい。賊が豚所に侵入したようです。雪村君は部屋に入っていてください。無駄だ。前の相手は俺だ。おお、お前か。原田君、この騒ぎは何事ですか。池田屋で取り逃がした奴らが討ち入りに来やがった。なるほど、あなた方が沖田君たちに怪我を負わせた強者ですか。の、羅刹。その子たち、貴様行動の身内か。父を知っているのですか。奴を父だと思っているのか。っ共に来れば全てわかる。要は終わった。帰るぞ。おいおい、力づくかよ。ここにいればじき人間どもの災いが降りかかる。俺が連れて帰るのがこの女鬼のためだ。待て。俺に刃を向けるか。面白い。遊んでやろう。てぇ。何をほうけている。これが我ら鬼の力だ。鬼。そしてそこの娘も我が同胞。貴様らには過ぎたものだ。なんだか知らねえが、新選組が一度預かったものをそう簡単に渡せるか。あのようなまがい者がいるところに我が同胞を置いてはおけぬ。
雪村。鬼である貴様がなぜ人間をかばう。私は鬼なんかじゃありません。帰ってください。鬼ではないと言い張るか。名は何という。雪村千鶴。千の鶴か。なるほど。東北で最大の鬼の一族、雪村本家のものに違いない。その名と木立が証だ。わかったか。貴様は人間ではない。私はここは身風呂と言われた狼の巣だ。まともな人間なんて鼻からいねえんだよ。お前たちの好き勝手にはさせねえ。土方さん、私はあなたたちと共に行く気はありません。今日がそがれた。帰るぞ。ああ、相変わらず自分勝手なやつだな。失礼します。鬼と人間とは相入れぬが、それでも守るというのならやってみるがいい。もし果たさぬ時は、その女鬼をもらい受ける。俺はこっちを見る。彼女が鬼だったとは、とても信じられんが。ああ、彼女は知らなかったんだろう。何にしてもあの羅刹のような治癒力を見せつけられちまっちゃ嘘とも思えねえ。そうか。ご苦労さん。大丈夫か。え、いろいろ気にしてるんじゃねえかと思ってな。私はここにいてもいいんでしょうか。あ、皆さんにこんなに迷惑をかけて。男が女を守るのは正義だ。お前が気に病むことはねえよ。襲撃されたのはお前の責任じゃねえし、その敵に対応できなかったのは俺たちの問題だ。お前は俺たちと共に戦ってくれた。それだけでここにいるには十分な理由だ。千鶴が何者かなんてどうでもいいことだと思うぜ。お前はお前だ。斎藤、なんでお前がここに。斎藤は本日付で新選組に復帰する。どういうことだ。そう、斎藤君は都市の命を受けて患者として伊藤派に潜伏していたんだ。伊藤さんは薩摩と組んだ。そして新選組局長の暗殺を企てている。近藤さんを。詳しいことは後で説明するが、伊藤さんには死んでもらう。伊藤カシタロだな。原田さんたち遅いですね。また飲みにでも行ってらっしゃるんでしょうか。どうだろうね。山崎、山崎はいねえか。医者を呼んでくれ。東堂さん、大丈夫です。長倉さん、どうされたんですか。平助くん。平助が
五両絵師の奴らに切られちまった。傷が深すぎる。これでは手の施しようがない。そんな、東堂君。皆さん、この部屋を出てください。三男さん、打つ手がないのでしょう。山崎君、できることがないのならすぐに部屋から出てください。エスケ君。東堂君、このままではあなたは助かりません。どうしますか。千鶴。平助君、具合はどう。大丈夫すぎて拍子抜けしてるぐらいだって。よかった。ご飯持ってきたの、食べる？ありがとな。これが羅刹か。あ、気にするなって。あの薬があったおかげでこうして死なずに済んだんだ。平助君。それにあの時手を握ってくれてたろ。千鶴の手があったかくて死んでたまるかって思った。だから千鶴、あんまり自分のこと責めるなよ。うん、ありがとう。それを言うのは俺の方だって。ありがとな、千鶴。我ら新選組は幕命により伏見奉行所を新たな屯所とし、薩長軍を迎え撃つこととなった。これは幕府の威信をかけた決戦である。大義のため、いざ立ち上がらん。もせずにすまなかったね。父様、新選組の人たちを、羅刹になった人たちを元に戻してあげて。それは無理だ。知ってしまったんだね、千鶴。あの薬は新たな鬼を生み出すための薬。我らがかつての力を取り戻し、再び世に出るために必要なものなのだよ。我ら、前にはずっと話していなかったが、私たちは古より続く鬼の末裔。そしてお前は本家最後の生き残り。全てはお前のためにやってきたことなのだよ。何言ってるの。私たちはあなたをお迎えに来たのです。新選組の羅刹は失敗作だったが、西国の諸藩のおかげで羅刹の研究にも目処が立った。幕府は間もなく滅ぶ。
お前は新選組を出て私たちと共に来なさい。そんなことできません。人はいずれ私たちを裏切るのだよ。そんなことはありません。皆さん信用できる方々です。父様はお医者様でしょ。それなのになぜこんなことを。行動おじさん、さっさと連れて行こう。そうすれば千鶴の考えも改まるよ。来ないでください。近づけば抜きます。抜いてどうするんだ。お前らとは行かねえってことだ。土方さん。久しぶりだな、行動さん。これは土方さん、お久しぶりです。今の話は本当なのか。聞いていたのですか。お人が悪い。新選組が実験台だってのは分かっていたが、羅刹が失敗作で直せねえってのも本当なのか。本当も何も未だに気づいてなかったとは残念です。いい加減にしてほしいな。いきなり割り込んで来るなよ。そりゃ親子の対面だから邪魔しねえようにしてたぞ。長倉さん、斉藤さん。だがそれも限界ってこと。原田さん。なるほど、最初からつけられていたのですか。そういうことだ。仕方ありません、ここは引き下がりましょう。カオル君。でもいいのですよ、また機会はあります。後悔しても知らないよ。お前らまだ遠くへは行ってねえはずだ。おい、おう。ごめんなさい。お前が謝ることでもねえだろう。でも私のせいで、私がいるときっと迷惑をかけます。皆さんと一緒にいる資格がありません。本当に一緒にいたくないというなら止めはしない。だが本心はどうなんだ。俺たちはお前を預かると言った。だがな、それだけでそばに置いているわけじゃねえ。お前は仲間のことを思い、そのために刀を抜こうとしてくれた。一緒にいるには十分すぎる理由だ。土方さん、私一緒にいたいです。トッサン、トッサンはいるかね。イサミさんが、イサミさんが二条城での軍議が終わり、奉行所に戻る途中狙撃されました。近藤さんはそのまま馬でここまで駆け戻ったのか。はい、局長を守りきれず申し訳ありません。いや、奉行所の警護を手薄にしてまでの護衛は不要だと言った近藤さんを説得できなかった俺の責任だ。副長、応急の処置は済みました。ですが今夜は峠かと。新橋、原田、動ける者を連れて襲撃現場を捜索。ああ。奉行所のことは源さんに任せる。心得た。山崎は近藤さんのことを頼む。はい。お前は後で掃除を見に行ってやってくれ。はい、わかりました。くれぐれも近藤さんのことを知られるんじゃねえぞ。沖田さん、
清水奉行所の方はどうだ。かなり慌ただしいな。もしかしたら死んだかもしれん。新選組！近藤さんを撃ったの、君？お見事です、沖田さん。それにしても牢外で寝込んでいたはずのお前が羅刹になっているとは君が近藤さんを。いや、ただ撃つようには進めたけどね。君の目的は何？千鶴を惑わすお前たちに消えてもらいたいんだよ。何それ。落ち水で力を取り戻したみたいだけど、あの薬じゃ老害は治らないよ。そんなことどうでもいいよ。僕は君を殺せれば。よく避けたね。でも次はないから。お前ならこう来ると思ったよ。やってくれるね。でもこんな玉ぐらい。それはどうかな。何があった？なんだこの弾は。どうやら銀の弾のようです。掃除の傷が治らねえのはこいつが原因か。おそらく。でなければ羅刹化したものは銃弾程度、すぐに感知するはずです。敵は羅刹の弱点を知ってやがるってことか。ええ、そう考えておいた方が良いでしょうね。俺たち十番組が抑えてやる。安心して行ってこい。どんどん人間じゃなくなっていく。やったぜ。すごいな、俺すっかり化け物だ。何の真似だ。これが最後の落ち水です。まさか俺たちにも飲めっていうのか。
今日一日で大使の半分がやられました。このまま戦が続けば我々も無事でいられる保証はありません。もしその時まだ死ねないと思ったらこれを使ってください。俺はいらねえ。もし何かあっても死ぬ覚悟はできてる。トシさん、この薬の研究を幕府から受けたことにお前たちが責任を感じることはない。責任は俺や近藤さんをはじめとする当時の局長と副長にある。承知しました。ですが関わったのは事実。己のけじめは己でつけます。男には責任ってもんがあるよな。だが飲むか飲まないかは自分で決めさせてもらうぜ。こんな私でも役に立てるのならいざという時のお守り代わりかね。怪我人を守れ。息のある者は一人でも多く連れて行け。どうぞ。戦況はどうなってんだ土方さん。今山崎が探りに行っている。皆さんもどうぞ。おお、ありがてえ。俺はいい。あ、大使たちに食わせてやってくれ。大丈夫ですよ、まだ皆さんの分はありますから。そうか、じゃあ遠慮なく。ありがたくいただく。どうぞ。なんだよ、じゃあ俺も。土方さんもどうぞ。すまねえな。食べないんですか。後でな。今のは近かったな。ああ、やっぱり自分は食わねえで我慢してやがったな。土方さん。あ、私何もしていませんし、お腹もそんなに空いていませんから。いいから食っておけ。まだ戦は続く。お前に倒れられたら一体誰が負傷者の面倒を見るんだ。でも土方さんだって。ほら。ありがとうございます。うまいか。区長。山崎さん。山崎。薩長軍に金器が錦の御旗が掲げられました。なんだと。本当なのかそれは。冗談じゃねえぜ。そんなバカな話があるか。敵が官軍で我らが賊軍。トシさん、もう道理も大義もねえってことか。撤退だ。だがまだ負けたわけじゃねえ。この借りは必ず返してやる。負傷者を先発させて陣を移す。誰か淀藩に行って援軍を頼んできてくれ。私が行きます。私にも何かやらせてください。私も一緒に行こう。その間みんなは少しでも休んでいるといい。井上さん。分かった、頼んだぜ。錦の御旗。急ごう雪村君。あ、誰かいます。危ない雪村君。井上さん。あの羽織は新選組だぜ。奴らの首を手土産にすれば俺たちも。そんな。雪村君、君は逃げなさい。井上さん。そして
トシさんに伝えてくれ。力不足で申し訳ない。最後まで共にあれなかったことを許してほしい。最後の夢を見させてくれて感謝してもしきれないとね。このくたばり損ないが！何している？早く逃げない。肌色が悪いからといって寝返るなんて、あなたたちはそれでも武士なんですか？何だと？あなたたちのような人は武士の片髪にも置けない。うるせえ。土方さん。土方ヨドハンが寝返ったと聞いてな。気になって追ってきたが、すまなかった。こんな思いさせちまって。爆軍同士で殺し合いか。この戦、先が見えたな。錦の御旗が薩長軍に立ち、朝廷の直が在京の諸藩に下った。貴様たちが追われるものとなるのは時間の問題だ。悪いことは言わん。その女鬼はここに置いてゆけ。そうすればこの場は見逃してやる。断る。こいつのことは俺が守る。そう約束した。このような状況でも約束を果たせるとほざくか。が貴様ごときにその女は守れぬ。現実を分からせてやろう。土方さん下がってろ。でじゃ新選組薩摩だったとはな。どうりでよく知ってやがるはずだ。どけ。邪魔だ。な、内郷。我が戦いに水を差すなと言っているのだ。その傷ではそう長くは持つまい。今、楽にしてやる。やめてください。待て。落ち水か。どこまでも愚かな真似を。愚か？それがどうしたってんだ。たとえ羅刹になったとしても所詮はまがいもの。俺の敵ではない。そんなものはやってみなけりゃわかんねえぜ。いい加減我慢ならねえ。
腰抜けの幕府も邪魔くせえてめえら鬼も女一人守れねえこの俺もまがいものだと。それがどうした、うん、俺たちは今までも散々武士のまがいものとして扱われてきたんだ。だけどな、何があっても信念だけは曲げねえ。まがいものだろうが何だろうが貫きは誠になるはずだ。どうした、押し負けてるぜ。まがいものに傷をつけられた感想はどうだ。鬼の大将さんよ、己許さんぞ貴様。もういいでしょう、カズマ。これ以上の戦いは人の世に遺恨を残します。チッ。土方と言ったな、この決着は必ず果たすぞ。何があっても離れるなよ。俺がお前を守って必ず。